どうも、フリーモード、アースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力、中国と覚悟が必要な日本、その12です。お趣旨は急いで対応しないと2024年の日本の大事件が起きてしまうというところなんです。ここからはロシア、ウクライナ情勢の話です。概要欄の動画をご覧いただくとより理解が深まるんですが、ロ・ウともに情報のプロパガンダをやっていることと、1990年代から世界のお困りの勢力の一人で、投資家のジョージ・ソロ氏がウクライナに投資しつつ、西側諸国の軍事同盟、NATO に介入。さらに2014年に世界のお困りの勢力がウクライナを乗っ取り、西側の軍事産業、石油大手と癒着して、人口抑制、お金儲けのためにロ・ウの戦争が起きていることを前提にしてご覧ください。2022年12月30日、西側諸国の軍事同盟、NATO の事務総長であるイエンス・ストルテンベルグ氏が、ロシアの軍事目標に対するウクライナの攻撃は正当であると発言。この日の時点でミサイル供給の可能性について、特定のシステムについて NATO 加盟国とウクライナとの間で、絶え間ない対話が進行中であると述べました。これは概要欄に貼った動画、生配信でも話した通り、世界のお困りの勢力が西側諸国の軍事産業、石油大手と癒着して、人口抑制、お金儲けのために戦争をしていることがよくわかる話です。この前日の12月29日には、ソロ氏とズブズブのウクライナのゼレンスキー大統領が、メディアを大幅に規制する法案に署名。ロシアのプロパガンダに対抗し EU の法律に合わせるという名目となっていますが、ウクライナ政府への批判を弾圧する内容となっているそうなんです。これに関しては去年7月の段階で国際ジャーナリスト連盟などが要求をしていましたが、それをウクライナ側が認めてゼレンスキー大統領が法案に署名をしたんです。そしてこの法案は法律として今年3月31日に施行され、ウクライナの損失ではなくロシアの損失をウクライナメディアは報道するようになっていますが、どうもこれは大東亜戦争中の日本の実際の戦況などを隠す大本営発表に似ている気がするのは自分だけでしょうか。12月31日にはプーチン大統領が動画で演説、ロシアと欧米との戦いは多極化した世界秩序を追求する他の国々にとって間違いなく刺激的な模範となっているなどと発言。西側諸国がロシアに制裁をかけていますが、食料、エネルギーの点でロシアにはあまり意味がなさそうなのは事実かもしれません。ウクライナの新年の祝い方もまた独特で、テレビを見ていたウクライナ国民がナチス式敬礼でテレビに映るゼレンスキー大統領を祝っていました。2023年1月5日にはテニスの全豪オープンでロシア・ベラルーシ選手の受け入れを決定、オーストラリアとニュージーランドでウクライナ大使を務めるバシル・ミロシュニチェンコ氏が主催側に対しロシア・ベラルーシ人選手の出場禁止を要請したんですが、この結果になりました。1月7日にはロシア、北朝鮮とズブズブな鈴木宗男議員がブログを更新。文君こと岸田文雄総理がウクライナを訪問することについて、昨夜、岸田総理はウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ウクライナ側からウクライナ訪問を要請されたと述べている。そもそも論として日本の攻撃の観点からしてロシアとウクライナはどちらが大事なのか。北方領土問題があり、漁業交渉があり、肥料の原料、何よりも日本の一番のウィークポイントであるエネルギーの安定供給に、ロシアは日本にとって死活的には大事な国ではないか。ミスク、ワッツを守らず、ブダペスト覚書の最強行為、核を戻すと言わんばかりの話をしたのはゼレンスキーではないのか。約束を履行しない国のリーダーが正しいというのはいかがなものだろうか。感情論や常識的にウクライナ問題を考えてはならない。などと述べました。確かにこの宗男議員の言い分は間違いではないんですが、個人的には北朝鮮ともズブズブな宗男議員がこれを言うのはどうかという話です。同日にはフランス・パリでインフレに対する大規模デモが発生。これも世界のお困りの勢力が動いていることで、彼らとズブズブの西側の軍事産業、石油大手も利権でつながるお困りの方たち同士は惹かれ合うの法則が適用されている話です。それがあるのでバイデン大州長が石油・天然ガス採掘を止め、
ロ・ウの戦争で拍車がかかる。インフレを止められていないのが問題なんです。1月13日にはロシアの中央銀行が中国のお金である人民元を売却したことが判明。目的としては制裁によって失われた石油とガスの収入を埋め合わせて、その資金をすべて予算に回し、2月6日まで毎日32億元が売却されたそうなんです。ただ、ロ・ウともに情報のプロパガンダをやっている現状だと判断のしようがありません。1月14日にはロシアの傭兵ネットワークのワグナーグループがウクライナの都市バフムートでウクライナ軍が化学兵器を使用したと非難。その後にウクライナ兵が化学兵器をドローンで散布するための準備をしている動画を自ら晒していました。1月15日にはロシアのドミトリー・メドベージェフ安全保障理事会副議長が大衆庁とフミキューについて声明を発表。この前日に大衆庁フミキュンはアメリカで会談していますが、そのことについてバイデン大統領と岸田首相は、ロシアがウクライナで核兵器を使用する可能性があれば、それは全人類に対する敵対行為であり、正当化の余地がない。岸田氏は世界で唯一核兵器を使用し、自分の母国に落としたのが、どの国か忘れたようだ、などと述べました。同日にはロシアが西ウクライナ全土のエネルギー施設、軍事産業施設への大規模ミサイル攻撃を行いました。ウクライナ軍の防空システムはほぼ作動せず、防空システムが壊滅状態の模様だったそうです。ウクライナ軍は士気を下げないため、ミサイル被害の情報統制強化で対応していたそうです。同日にはプーチン大統領がテレビ局のインタビューで、ロシアの経済状況は安定している、失業率は歴史的な低水準、インフレ率も予想されていたよりも低いと述べましたが、日本の農水省ソースなどを読むと、穀物自給率は2019年の段階でロシアが 151% でウクライナが 440% となっています。ただし、ロ・ウとも情報のプロパガンダをやっているので、現在の状況は判断のしようがありません。1年以上にわたるロ・ウの戦争によって、ヨーロッパでも環境に影響が出ていて、ポーランドではロシアからポーランドへの天然ガス供給が止まったことにより、去年の段階で最も空気を汚す旧式ストーブの禁止措置を延期。これにより、ポーランドの村であるオービニの大気汚染は去年11月の段階で基準値の4倍に達しました。大気汚染を計測しているカリフォルニアの組織エアリーによると、去年秋初めて気温が氷点下になった11月20日の夜に PM2.5 の濃度はインドのニューデリーに次いで世界で2番目に高くなりました。このあたりは世界のお困りの勢力が気をつけているはずの環境汚染をバンバン進めているので、非常に矛盾している話です。1月16日にはウクライナ軍第4戦車師団が物資の補給を要求。大隊が前線から撤退、装備を失い、日用品もないとのことです。同日までの段階でインドもロシアから石油を買っていて、去年12月に12月のロシア産石油の輸入が対前年の33倍に爆増。この石油はインドはイギリス、ヨーロッパに迂回して輸出していて、3月5日の段階では2月に1日あたり160万バレルのインド産石油をインドは輸入しています。このあたりはインドのしたたかさが垣間見えます。1月17日にはウクライナ治安部隊の捜査により、本来前線の兵士に送られるはずの物資が闇市場に流されていたことが判明。軍に食料などを供給する企業の従業員が所有する別荘に7トンの食料と多額の現金が隠されていたそうです。もし事実なら一体どういうことなんでしょうか。同日にはウクライナのミュージシャン兼プロデューサーのユーリ・バーダッシュ氏のインタビューが公開。ゼレンスキー大統領が麻薬中毒であることを告発する曲を作ったことについて質問され、ゼレンスキーは仲間のことを心配してるって冗談じゃない、アーティストはいつも自分のことしか考えないんだよ、ゼレンスキーは職人じゃない、アーティストだ、典型的なアーティスト、俳優だ、あいつが母国のことを思っているとでも、もしあいつが本当に国民のことを思っていたら40万人も死ぬことはなかっただろう、などと述べました。確かにゼレンスキー大統領はここまでの自分の動画で話したように、ユダヤ系ウクライナ人であり、ウクライナを乗っ取って
ったユダヤ人のソロ氏とズブズブです。しかもロ・ウの戦争前は支持率も低空飛行だったので理解できないわけではありません。これも同日ですが、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問が SNS で辞任を表明。1月14日のロシアによる集合住宅へのミサイル攻撃をめぐり、ウクライナ軍が防空システムで撃墜した結果だとする見解を YouTube 番組で表明。それに対しウクライナ軍は撃墜を否定。ウクライナでは多数の死傷者を出した責任もウクライナに転嫁する口実をロシアに与えたとしてアレストビッチ氏への批判が強まっていました。1月18日には興梠太郎さんこと河野太郎デジタル担当大臣とウクライナのフェドロフ副首相が一緒に写っている画像がネットに出ました。ウクライナ自体が世界のお困りの勢力に乗っ取られた国である上に、その世界のお困りの勢力、そしてそのお困りの勢力とつながりが深い中国とズブズブである興梠太郎さんが写っているとなると、これもお困りの形同士は惹かれ合う法則が発動しているかもしれません。1月23日にはハンガリーが NATO を脱退する噂が出ました。ハンガリー軍司令部内で NATO EU 派の幹部170人が粛清されたそうなんです。ハンガリーはオルバン・ビクトル首相が NATO にも絡むソロ氏を嫌っているので、それはよくわかる話です。ちなみにハンガリーは3月29日より段階でスウェーデンの NATO 加盟に苦情を出しています。そこからウクライナ政府の人事も1月17日から1月25日までいろいろ起きており、内務大臣以下、内務省主要人物全員死亡、大統領府顧問アレストビッチ氏辞任、副インフラ開発省が汚職で解任、地方政府知事数名が辞任、国防省に汚職疑惑とひどいありさまになっています。国防省以外はロシアとの交渉を再開しようと主張したことで解任などが起きたそうなんです。1月24日にはゼレンスキー大統領はアメリカ商工会議所の会合でブラックロック、JP モルガン、ゴールドマンサックスなどの金融機関による支援に感謝し、ウクライナは兵器産業にとどまらず建設、通信、農業、輸送、IT、銀行、製薬の大きなビジネス機会になると思うと述べました。これこそ世界のお困りの勢力が絡んでいる証拠と言える話です。1月26日にはロシアはロシア最大の独立系ニュースサイトであるメデューサを禁止することを発表。メデューサに協力したり、そのリンクを投稿したりするロシア人は6年の懲役刑に処される可能性があると発表しています。これも同時ですが、アメリカはワグナーグループに対して国境を越えた犯罪組織に指定し、ワグナーグループを支援する中国の衛星企業に対して制裁を開始することを発表。こういった情報を見ると、あの2062年の未来人の予言やソロ氏の2015年の日中激突発言にどんどん近づくようなフラグが立っているのは気のせいでしょうか。1月27日には大衆長陣営の一人でウクライナ系ユダヤ人の血が入っているビクトリア・ヌーランド国務次官が M1 エイブラハム戦車は春の攻撃に間に合わないと議会で発言。これこそ2009年の世界のお困りの勢力の人口抑制会議に基づいて人口を減らすためにこんな話をしているのではないかと疑ってしまう発言です。これも同日ですが、世界のお困りの勢力とつながっていると思われるアメリカのシンクタンクランド研究所がロ・ウの戦争報告書を出し、それまでの方針を転換。それまでは経済面1、アメリカ資源開発を進め、欧米で再エネを進めさせ、ヨーロッパのロシア資源輸入を減らす。2、国際世論を作って多くの国に経済制裁させる。地政面、1、ウクライナに強力な武器供給。2、ベラルーシの政権転覆。3、ジョージアの分断煽りなどでしたが、1、ウクライナにとって領土は重要だが、アメリカにとっては重要ではない。2、長期戦はアメリカへのダメージ大。それを回避することの優先度が領土より高い。3、ウクライナの中立性保障、ロシア制裁軽減で交渉を始めるカードに、という内容でした。世界のお困りの勢力などは十分儲けたのか、それとも目論見は失敗したんでしょうか。このランド研究所の方針転換を受けて、西側の主要メディアは
一斉に同研究所の内容に合わせた報道をしていました。1月28日にはクロアチア大統領のゾラン・ミラノビッチ大統領がドイツのアンナレーナ・ベアボック外相の我々はロシアと戦争状態にあるという発言に興味深い返しをインタビューでしていました。どんな内容かというと、24日の欧州評議会でドイツの外相がロシアと戦争しているのだから団結すべきだと英語で発言したのだ。我々はロシアと戦争していると言ったのだ。私はそれを知らなかった。もしかしたらドイツはまたロシアと戦争しているのかもしれない。そういうことならうまくいくことを祈る。70年前よりうまくいくかもしれない。まあ我々は誰とも戦争はしていないのだが、と述べました。この発言が影響しているのか、ミラノビッチ大統領はウクライナの暗殺予告リストに2月の時点で含まれています。1月29日にはソロ氏が30年前に NATO に関するお困りの論文を書いていたことに注目が集まりました。1993年にソロ氏はニューワールドオーダーに向けて NATO の未来という論文を書きましたが、内容としては旧ソ連崩壊をきっかけに第二次世界大戦後の世界秩序が終焉を迎え、世界に無秩序が到来するという仮説をもとにした戦略プランで、国家をオープンにしていくべき、ロシアが経済的に復活すると脅威になる可能性、新世界秩序 NWO 推進組織は軍事力を持っていない国連より NATO に日本も入れるべき、 NATO は西欧米の先進兵器プラス東欧の人員でコスパ良しという内容でした。これは現在のロウの状況を示していますが、要するに東欧の兵士が NATO 加盟国の身代わりとなって亡くなるリスクがあるとソロ氏は暗示しています。その上で1990年代からウクライナに投資を行い、2014年に同国を乗っ取り、同じユダヤ系であるゼレンスキー大統領を傀儡にして戦争の火種をまいているので、これは個人的にどうかと思います。しかもソロ氏はここまでの動画で話した通り、2015年に日中激突発言をしていますが、その流れを止めようとしていたであろう安倍晋三元総理、トランプ氏を引きずり下ろして、実際に現在の日中は緊張が高まっている状況となっています。ここまでが12本目ですが、13本目も引き続きロシア・ウクライナ情勢の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。